通報してるかもしれない。おお、気持ちいい。気持ちいいね。いやー、ちょっと気持ちいい。やっぱり男はね、黙って水遊びするんですよ。うん。いやー、ちょっと人がね、今時刻10時ぐらいなんですけど、ちょっとだんだんとね、集まってきて、なんかこっち見て携帯でなんか電話してる人がいるんですけど、通報してんのかな。まあ通報されたところでね、速攻逃げるんで。いやー、気持ちいい。いいんですよ、この新鮮のね、湧き水。うん、これ水もね飲めると思うんですよ、多分ね。いやー、気持ちいいね。いやー、やっぱりね、水浴びして夏は気持ちを整える。うん、やっぱインキャラの皆さんとかね、毎日会社ね、夏休みも頑張ってる方とか、やっぱね、息抜きが大事なんですよ。うん、やっぱりこういうね、たまにはやっぱ一人でね、こういう川とか海に行って、まあ海は良くないですね。海はやっぱり陽キャラとか、なんだろうな、音楽とかかかってんじゃないですか、EDM みたいな。あれは良くないです。やっぱこういう川とかに行って、自然とね、遊ぶ。うん、自然と友達になる。これがやっぱり今のね、この今の生きにくい日本をね、暮らす上、生き抜く上での、方法。うん。いやー、気持ちいいね。いやー、やっぱね、最近風呂とかね、めんどくさい時入ってないんで、こういうところで汗をね、流して、この川でね、向こうまでね、僕の汗をね、流してもらう。で、向こうでは、子供たちとか、ね、なんか、みんな、水浴びしてるんで、うん、その子供たちが、僕の汗が混じった水をね、かけて、はい、この僕のね、この天才的な、この才能の汗、DNA がね、子供にもね、つながる。うん、ちょっと待って。今日調子悪いっすね。うわー、気持ちいい。ちょっと待って。なんなんだよ、女の人。ずっとこっち見て電話してるんですよね。ジロジロ見てんじゃねえよ。帰った。めっちゃこっち見てる。めっちゃ睨んでやろう。もしかしたら本当に通報されてるかもしれないので、ちょっと、ね、最後は逃走する前に、最後水でね、これが、男の、これが大人のかっこいい水浴び方。うわぁ、汚いね、普通に。俺ね、結構川とか水、海とか好きじゃないんですよ。ちょっとなんか衛生的にあれじゃないですか。やっぱいろんな人とか入ってるから。はい、ということで、いってらっしゃい。最悪だわ。ほら、見える。うわ、ちょっとさ、ちょっとピントが合わないな。手、こことさ、あと、ここ。うわ、行って、マジで。ちょっと、川入るもんじゃないっすね。